共和党全国委員長を2017年にはドナルド・トランプ政権の大統領首席補佐官を務めた。妻はリサ・プリーバス、子供に長男ジャックと長女にグレースがいる。ドイツ系とギリシャ系の血を引く両親のもと、ニュージャージー州ドーバーで1972年3月18日に生まれ、その後ニュージャージー州ネットコングで幼児期を過ごした。 プリーバスが7歳になった時をウィスコンシン州グリーンベイに転居した。高校時代の16歳の時に政治キャンペーンのボランティアとして働き、1990年にウィスコンシン州ケノー社のトレンパー高校を卒業した。大学ではウィスコンシン大学ホワイトアウォーター校で英語と政治学を学び、1994年に学士号を取得した。そして、 ホワイトウォーター校を卒業後は、ウィスコンシン州議会の教育委員会のために、立法の事務員として働いた。その後、フロリダ州のマイアミ大学ロースクール、ユニバーシティ・オブ・マイアミ・スクール・オブ・ローで、法学を学びながら、ウィスコンシン州高祖裁判所、ウィスコンシン州最高裁判所、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所の事務員として働き、 全米国人地位向上協会法的用語教育基金のインターンとして働いた。ロースクールを1998年に卒業し、ホーム博士の学位を取得した。卒業後は、ウィスコンシン州に戻り、州の弁護士資格を得た。ミルウォーキーの企業の訴訟を専門とする、マイケルベストフリードリ・ヒエル・エルピー法律事務所に加わった。 1999年に高校時代の恋人だったリサと結婚。ウィスコンシン州、ケノー社群の共和党委員長として務め、2004年に若手共和党候補として、ウィスコンシン州での上院に出馬したが、現職の民主党候補、ロバート・ウィッチに52%対48%で敗北してしまう。しかし2007年に38歳という若さで、 共和党のウィスコンシン新州委員長として選出された。2009年にマイケル・スティールが共和党全国委員長に就任したとき、スティールは共和党の顧問弁護士として名優のプリーバスに仕事を与えた。スティールが出現するなど一部の共和党議員内から批判されていたが、プリーバスは他の共和党議員とともにスティール委員長との関係を維持していた。しかし、 2011年に資金調達力や指導力の不足が共和党内から指摘され、スティールは再選を断念した。そのため、次期共和党全国委員会の委員会に委員会投票で97票を獲得したプリーバスが選出されることとなった。2016年11月13日、プリーバスは2016年アメリカ合衆国大統領選挙で当選した。 ドナルド・トランプから新政権の大統領首席補佐官に指名された。2017年1月20日、大統領首席補佐官に就任した。ホワイトハウス内でプリーバスが唯一の非難の標的になっていると2017年3月5日に報道されている。2017年7月28日、トランプ大統領はプリーバスを更迭し、公認に、 ケリー国土安全保障省長官を起用したと発表した。補佐官退任後の2017年10月25日、マイケルベストフリードリヒエル l p 法律事務所に復帰したことをツイッターで公表。保守的で妊娠中絶や同性結婚に反対である。彼が尊敬する政治上の人物はロナルド・レーガンとエイブラハム・リンカーンの両大統領でもに ええ、有している。なお、レーガン元大統領の養子で保守系の、ラジオ番組の DJ でもあるマイケル・レーガンは、共和党全国委員会に選ばれたプリーバスに対する、支持を表明した。また草の根保守運動のティーパーティー運動が正しいと、信じている。ワシントン・ポスト紙で作家のジェニファー・ルビンは、ラインスは、人物が小さく、印象が薄いと評した。ありがとうございます。